はい、皆さんこんにちは。ハワイに住む日本人チャンスです。今日はですね、アラモアナセンターに新しくできたフード店全部行きたいと思います。最近ね、新しくできたお店が本当に多いんですよ。フード店だけじゃなくて、アパレル系のお店とかスーパーとかも、あっちに移転しましたとか、ここに新しくできますみたいなのがどんどんできてってるし、アラモアナセンターだけじゃなくてワイキキの方とかワードの方も全部含めたら、ちょっと前ぐらいからね、どんどん新しいのができてるんですよ。でそれはまだ収まることなく、これからまだまだできてくみたいな感じなんですね。ちょっと気抜いてて最近調べ直したら、こんなに数あるのみたいな感じになってるんですよ今。その中でもアラモアナセンターが今すっごい集中して新しいのできてってるんで、今日アラモアナセンターに行ってフード店に集中して全部紹介していきたいと思います。で正直1日で回れないぐらいあるんですよ。先月と今月オープンしたやつだけで、ちょっと今から調べ直すんですけど、3店舗は絶対あって、4店舗はあると思う。超有名どころで言ったら、もう他の YouTuber さんとか、もうどこでも流れてるハワイ情報とかで紹介されてるやつもあるかなと思うんですけど、それ以外にもですね、しれっとこんなとこに新しいのできてんじゃんみたいなやつがあるので、そこも含めてね、今日は全部洗い出したいと思います。というわけで行ってみましょう。はい、というわけでね、アラモアナセンター着いたんで、どんどん行きたいと思います。と言いたいところなんですけど、まずこいつがね出てきてるんですよ。すでに今11月15日なんですけど、まだサンクスギビング終わってないのにサンタさんが出てきていてですね、アラモアナセンターすでにクリスマスモード入っております。というわけで行きましょう。というかマスクしてないんですよね今年。今年はもうマスク取ってるから、コロナっぽい雰囲気ももうないですね。というわけでね、最初に行きたいのはここですよ。魔界フードコートでございます。ちなみにね、フードコートの外にもこうやってね、ちょいちょいお店できてるんですよ。これがたい焼きのお店かな。でこっちがライスヨーグルトのお店。これ気になるんだよな。最初めちゃくちゃ並んでたんですけど、今はだいぶ落ち着いてますね。まあでもね、つい最近オープンした一番の目玉はやっぱあれですよ。もう皆さんお気づきの通り、最初に行きたいのはあそこです。チックフィレですね。チックフィレはね、結構メインランドで有名で、覚えてないんですけど多分一回食べたことはあるんですよね。でそれが満を持してハワイに進出してきたっていうことで、今行列マジでやばいんですよ。もうオープンして1ヶ月ぐらいは経ったんで、だいぶ収まってきたんですけど、それでも結構並んでますね今でも。これあそこから始まって、これ全部行列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 で、行列あって、あそこの旗ぐらいのところまでずっと並んでる感じですね。でオープンした時はもうこっから出口行って、その出口の外までめっちゃくちゃ並んでましたね。2時間ぐらい並んでたんじゃないかな。多分今のこの感じだったら30分は並ばないんじゃないかなと思います。とりあえず並んでみましょう。よし、並びました。あ、列もちょっと収まってきてますね。ちなみに今は4時24分、朝でも昼でも夜でもない、すごい一番空いてる時間帯ですね。それでこれぐらいの列っていう感じ。ちなみに列はレーン1とレーン2があって、2列でどっちか選んでいけるって感じですね。でこうやってバーコードでメニューが見れるようになってるんで、よっ、これでメニューを見ていって、でそこにいる店員さんに注文取ってもらうっていう感じですね。オリジナルミールっていうやつと、グリルミールっていうやつと、キッズメニューといろいろありますね。でサラダとかドリンクもあるみたいです。何がいいんだろう。スパイシーはちょっとやだな。ここはやっぱデラックス行くべきでしょう。この一番上のやつがチックフィレチキンっていうやつで、2個目のやつがデラックスなんですけど、値段70セントしか変わんないのにデラックス結構モリモリ入ってる感じなんで、お腹空いてるからデラックス行ったろうと思います。ミールでもいいんですけどね、ちょっとこの後いろいろ食べるからバーガーだけにします今回は。 Alright, whenever you're ready. Alright, wanna get チックフィレデラックス。 Did you want the sandwich or the meal? Just an entry. That's it? Yeah. Okay. And then any sauces, they're all free. Any sauce? YeahThe sauces, sir. The best one, in my opinion, would be the Chick-fil-A sauce. That one's really good. Okay, I got it. Yeah, perfect. I'll get you. Alright, so your total is $6.80. Is that cash or card, sir? Card? Perfect. Thank you. 今、後ろに店員さんが行きましたね。ああやって店員さんが回ってきてくれますね。なので、この後はもう並んでるだけって感じですね。まだ列並び始めて、全然進んでないんですけど、注文だけどんどん取ってったって感じですね。で、名前を言ったんで、名前が呼ばれるのかな、あっちで。出来上がるの早すぎて冷めてたら嫌だけどな。その辺のオペレーションどうなってるか気になりますね。実はね、今日まだ何も食べてないからね、めちゃくちゃお腹空いてるんですよ。ここでバーガー食べて、この後いくつか候補あるんですけど、どれか1個は行きたいなって感じですね。列の中間で注文に変更ありませんかって聞いてくれましたね。変更とか追加があったら一応後から追加できるみたいですね。でなんか注文できたらああやって持ってきてくれるんですよ。だから出来上がってんのにあそこでほったらかしとか、そういうことにはならなさそうですね。チックフィレ届きました。さあ食べていきましょう。結構届くの早かった。まだ前に3人ぐらい並んでたんですけど、多分僕バーガー1個だけだからね、すぐ届きましたね。でね、バーガーしか頼んでないんだけど、なぜかソースをくれたんですよ。ソースにつけて
で食べるのが定番なのかな。僕はそんな食べ方したことなかったんですけど、しかもね3つももらいました。多すぎじゃない？バーガー1個に対してソース3つですよ。すごいよね。よし食べていきましょう。こんな感じです。改めて頼んだのはチクフィレデラックスバーガーですね。 $6.49 でソースは無料でなんかつけてくれました。いろいろ税金入れて $6.8ですね。さあ開封だ。デレレーン、おー本当に具材めっちゃ入ってんな。結構入ってますよ。チキンにチーズが乗っかってレタスとトマトが入ってますね。多分これ中にピクルスもいると思う。こんな感じです。トマトが飛び出してきてる。じゃあ早速これいただきます。うん、チキンがサクサクで美味しい。結構美味しいですよ。中は結構ジューシーなんですけど、外は割とカリッとしてて食べやすいですね。あとね、チキンがそんな分厚くないから思いっきり大口開けなくていいのはね、口ちっちゃい僕にとってはね個人的には嬉しいですね。でもジューシーだけどそんなにこう脂っこい感じは全然ないですね。もしかしたらレタスとトマトがあるから食べやすくなってるのかもしれないですけど、それも加味するとザ・アメリカのファストフードみたいなそんな感じではないですね。じゃあちょっとこのナゲットソースを使って味変してみたいと思います。黄色系のソースなんですけど、これなんだろう、ハニーマスタード的なやつなのかな。名前がチックフィレソースっていうやつで、オリジナルソース的なやつだと思うんですけど、辛いやつですかって聞いたら辛くはないとは言ってました。ちょっとこれつけてねいただいてみたいと思います。マックのハニーマスタードをもうちょっと甘くした感じに近いかもしれない。このソースも美味しいけどバーガーだけで十分美味しいから、このままお好みって感じですね。僕は別につけなくてもいいかな。どっちかっていうとね、ペッパーがちょっと欲しい。チキン自体の味はジューシーで結構いいんですけど、なんかね、なんかペッパーが欲しいいやでもどうなんだろう、レタスとトマトがいるからペッパーとかなくてもいいのかもしれないけど、多分これも僕の好みの問題ですね。なんかねペッパーがあった方がチキンの味がもっと際立つような気がするだけです。まさかの展開なんですけど、ピクルスめっちゃうめえな、ここ何なんだこれ。やたらピクルスうまいんだけど、ピクルスのこの塩感が強すぎず、でもピクルスが割と柔らかくて主張が激しくないっていう感じなんですけど、やたらピクルスうまいな。なんだこれ。いや美味しいですよこれ。はい、というわけで最後まで食べて次行きたいと思います。いや美味しかったですね、チックフィレ。アラモアナセンターのフードコートもね、今ちょうどこれ横にいるんですけど、こういうとこにアキテナントがあったりとか、ちょっと奥の方なんですけどジャッキンザボックスもできるんですよ。なのでここのフードコートももうちょっと新しい風はこれから入ってきそうですね。でその足で紹介したいのがこちらですよ、ホノルルクッキー。今ねクリスマスシーズンになってるんで、ちょっとね新しいパッケージが出てるんですよ。それ紹介したいと思います。新しいというか期間限定のパッケージが出てきてるんですよ。こういう感じで可愛いパッケージのやつが出てきてたりとか、あとこっちカンカン系の商品もリボンがついてたりとか、あのサーフボードとか赤色になってて結構可愛いんですよね。これ普通のもあるんですね。なるほど、なるほどなるほど。これめっちゃ可愛いな。あ、下は赤なんだ。へえ、リースがついてて可愛いですね。これからホノルルマラソンとかで来る人多いと思うんですけど、受け良さそうだな。こういうタイプのやつもありますね。紙タイプのパッケージですけど、もうちょっとポップになってるやつですね。ヤシの木とサンタさんが両生してるっていうのはなんかハワイならではですよね。めっちゃでっかいのもあるわ。本当に種類多いな。これも裏は赤色でクリスマス感が出てますね。クリスマスツリーとウクレレついてる。可愛いな。メレカリキマカって書いてありますね。これハワイ語でメリークリスマスっていう意味です。これも可愛いな。え、これコンパクトだしいいんじゃね。中はクッキー7枚で味は5つ、チョコチップ2枚に普通のチョコレート2枚、クリスマス限定のフレーバーのやつとかいろいろ入ってますね。 $9.95 ですね。今のホリデーフレーバー、期間限定のフレーバーはホワイトチョコパンプキンとホワイトチョコジンジャースパイス、ペパミントマカダミアにダークチョコのペパミントマカダミアと、この4つありますね。で秋エディションでこれあったんですよ、ゴールドチョコレートバターマカダミアってやつとゴールドチョコレート粉コーヒー。僕ねこれマジめちゃくちゃ好きなんですよ。いつまであるんだろうな、ちょっと食べたいな。ここのステージも復活してフラッシュをやってますね。すごい、2階席めっちゃ人いるじゃん。こんなにいたんだ人、すごいですね。クリスマスツリー。はい、というわけでね、次に紹介したいのがこちらです。今ターゲットの2階入り口のところにいるんですけど、そこにね新しいお店ができたんですよ。アラモアナセンターの紹介の動画撮った時にここもね確か紹介したと思うんですけど、それがね今オープンしてるんですよ。タイガーシュガーっていうお店ですね。行ってみましょう。あー、これこれこれが多分一番定番のドリンクなんだろうな。この黒糖バンバンに振ってるやつね、甘すぎるのかちょうどいい形で出るのかちょっと試してみたいと思います。やっぱタイガーいるよな。後ろの絵もタイガーだよ。
多分この一番が一番人気なんですよね。これブラックシュガーボアプラスパールミルクウィズクリームムースっていうことで、すごいですね。もう虎乗ってんもん。これ虎もついてくんのかな。あ、4番も美味しそうですね。ブラックシュガーボアプラスパールコーヒーラテ、コーヒーなんですねこっちは。あ、5番とか僕こういうの昔めっちゃ飲んでたわ。プリンが入ってるやつ。うわやばい、これちょっと好きなタイプのやつかもしれない。他にはこのチョコレートモルトとかいうやつもあるし、6番餅入ってる、8番は抹茶ですね、7番は太郎。いろんな種類あるな。結構僕のツボ押さえてるやつが多いからちょっとハマるかもしれない。オーダーはここで取っていくんですね。もうなんか日本語もあるじゃん、いちごって書いてある。まあでもここは一番人気でいきましょう。この人気メニューのところに書いてある人気って、やっぱこれが一番美味しいんだよ。ポットにもできるってことなの。さすがにアイスだよなこれは。オーダーしちゃいたいと思います。いけ。オーダーはここでカード決済できるみたいですね。これバッテリーの充電もできるみたいですね。5分フリーって書いてある。お店の雰囲気的には長時間ゆっくりできるっていう感じではなさそう。席数もそんなにはないですね。サクッと買って上にゆっくりできるスペースがあるんで、そっち行くのがいいかもしれないですね。これ来ました。あ、ボバあったかいじゃん、いい感じ。いいですね。タイガーシュガーでございます。美味しそうでしょ、このコクとバンバンに入ってる感じ。ティーは冷たいんだけど下のボバめっちゃあったかいんですよ。この左手一本でね、体感温度がめっちゃ渋滞してるんですよ。ちょっととりあえずあったかいうちに食べたいと思う。飲みしたいと思います。この上がねイッツシュガーがあるとこなんですけど、ゆっくり座れる場所なんでこっち行こうかな。はい、というわけでこのイッツシュガーの手前のこのね休憩スペースみたいなところがあるんですよ。キッズも安心して遊べるみたいな感じのエリアですね。こんな感じで休憩スペースがいっぱいあるんでここで食べます。さあこれですよ。ほらあれ、ほらあれ、開かないんだけど、ほら、おお飛び出してきた。さあいただきましょう。それでは KP。 うん、うまっ。甘あったか、んだこれ。すごいですね、思ったより甘すぎないですよ。あ、これ好きな味のやつだわ。これね、ドリンクが甘いと一気に甘ったるくなるんですけど、でもドリンクはあくまでこれミルクティーなんで黒糖の甘さがちょうどよく引き立つんですよ。で下のボバは出来たてだったらあったかくて柔らかいんで、出来たてのうちにねこれ飲んじゃうとねめちゃめちゃ美味しいですよ。めちゃめちゃハマりますよ。唯一ちょっとケチつけるなら紙ストロー。いくらエコを目指すとはいえね、僕どうしても紙ストローはちょっと苦手なんですよ。紙の味がしちゃうし、どんどんしなってくし、あんまり好きじゃないんですけど、でもこれはさっきちゃんと聞いてなかったんですけど、なんかプラスチックストローくださいって言ってる人いたんで、多分ね言ったらプラスチックストロー出てくると思いますこれ。でもこのティーの味と黒糖の甘さとボバの柔らかさはめっちゃ好きですねこれ。次はプリンのやつ頼んでみたいですね。あれも好きだと思う。僕プリン入れてボバいつも頼んでたんで絶対好きですね僕。やばいマジで腹いっぱいだわ、お腹バリ膨れる。しかもボバもめっちゃ入ってる。そこの黒糖すごくないこれ。結構満足しますよこれは。はい、というわけで最後までいただきたいと思います。飲み切りました。これね紙ストローめちゃくちゃ頑丈で、紙の味がどうこうとかしなってくるとかそれ以前に全然頑丈だったから大丈夫だし、何より美味しいからもうささっと飲んじゃいましたね。ただねマジでめちゃくちゃお腹いっぱいになっちゃって、この後もう一個行こうと思ったんですけど明日に回したいと思います。やっぱね美味しく食べなきゃ意味がないんでね、無理して行ってもしょうがないから、ちょっとねここは潔く明日ももう一回行きたいと思います。というわけで明日までジャンプ。はい、アラモアナセンター新店舗巡り2日目でございます。一発目に行きたいのはあちらでございます。はい、ここ分かりますかね、ラナイフードコートですね。1階にある魔界フードコートとは別の方ですね。こっちの方に行きたいと思います。ありました、こちらでございます。カムクララーメンですよ。ここね本当にすごいからね。店員さんも手振ってくれました。ここがね今はだいぶ落ち着いてきたんですけど、オープンしたのが確か10月の1日とかだったかな。その時の列がすごくってですね、チックフィレット同様並びすぎてしばらく来れてなかったんですよ。ちょっと僕並びきれないなっていうことで。でもね今だったら、今2時半ぐらいなんですけど、2時半だったらそんなに並んでないんで、お昼過ぎにちょっとつまむぐらいだったらいけるかなっていう感じですね。なんかどうやらねハワイ限定メニューっていうのもあるみたいなんですよね。チーズトマトラーメンとか焼肉ラーメンとか、あと冷たいラーメンもありますね。冷たいラーメンなんかハワイっぽくていいですね。定番の美味しいラーメンで行くか、ハワイ限定を攻めるかちょっと迷ってます今。まあでもここはねチーズトマト美味しそうだから、自分の食欲に従ってチーズトマト行っちゃいたいと思います。 Can I get one cheese tomato ramen? One cheese tomato ramen. Yep. Anything else? Yep, yep. Okay. For here or to go? For here. Okay. $19.80. 有名なところ。あの YouTube をやってて、はい。あ、本当に、あ、ご存知いただいててありがとうございます。
なんと店員さんも僕のことをご存知だったみたいで嬉しいですね。店員さんを目の前にしてフードレビューをするっていうね、ここはもうね忖度なしで行かせてもらいます。美味しいものは絶対ね広まってくからね。ちなみにね、あそこにあるマナベーカリーっていうところも結構話題になってるんですよね。てかお店自体が可愛いんだよな。こっからだとちょっと遠くて白飛びしてるかもしれないんですけど、サンドイッチもお店の外観も可愛いんですよね。あれ神倉ラーメンって何なんだろうなってずっと思ってるんですけど、どうやら何系ラーメンとかって属するものではないらしいですね。独立系っていうのか、相当特徴的な味をしているんだと思いますね。今から出来上がってくるんでね、それを食べてどんな味なのかっていうのを確かめたいと思います。ここに座る場所あるけど別にここに座る必要はないみたいですね。まあフードコートだから当たり前か。まあ今でこそそんなに並んでないですけど、お昼時とか夕方になったらすっごい並ぶんだろうな。はい、ラーメンこんな感じです。チーズトマトラーメンですね。結構でかいですよ。 iPhone と並べてもこんな感じ。直径 iPhone よりでかいですね。美味しそう。値段は20ドルちょいだったんで3000円弱ぐらいか。今だったら安くはないんですけど、ハワイの物価っていうので照らし合わせるとまあ妥当な値段なのかなとは思いますね。美味しいラーメンというやつは13ドル台だったので、まあまだもうちょっと値段は抑えられますね。麺も気になるけどね、スープが気になるからね、ちょっとスープから先にいただきたいと思います。熱いから。あっさり、あっさり系ですね。味が濃いとかは全くないけど醤油ベースなんですかね。野菜の甘さが染み出してるからこの甘さが出てんのかな。あ、美味しいわ。二日酔いに優しいやつですね。子供も結構美味しく食べれると思う。これだったらランチで食べに来てもその後胃もたれするとか全然ないんで結構いいですね。チーズも美味しいわ。うん、麺自体は多分アメリカの人でも食べれるぐらいの、標準より若干柔らかめなのかな。いつもバリカタで頼むからね、ちょっとこれが柔らかく感じてるだけなのかもしれないですけど、僕はだいぶ食べやすいわ。美味しい。あ、肉も入ってるんですね。これの脂身も若干あるってことですね。じゃあうまいなこれ。なんか本拠地は関西って聞いてるんで、関西の薄味感みたいなやつも若干表現してるんですかね。関東の方みたいに脂ドーンみたいな、味濃いめオラーみたいな感じは全然ないですね。うん、うまいうまいうまい。チーズもねビョンビョン伸びるんじゃなくて、これこうやってホロホロ崩れる感じのチーズなんで食べづらさは全然ないですね。ラーメン食べる時だけはねチーズがビョンビョン伸びるのあんま好きじゃないんですよね僕。だからこれ嬉しい。うおー、うまそう。全部一通り食べたんですけど、何か一つがめちゃくちゃ味を主張してるみたいなのが全然なくって、すごいねバランスが取れてるんですよね。スープもめっちゃ味濃いめとかではないし、レタスとかトマトも野菜感バンバンっていうよりむしろちょっと甘さが出てる感じだし、チーズもなんか濃厚チーズとかじゃないんで、全体的にこの味はねアメリカ人では出せない味だと思う。めっちゃ美味しいわ。多分これ日本の味そのままなんだろうな。めっちゃうまいわ。連日飲んで胃が終わってる人も食べれるし、子供でも多分食べれるぐらいだと思うんで、女性もね余裕でいけると思う。はい、というわけでここからは味集中モードで一気に全部いただきたいと思います。いや食べ終わりました。めちゃくちゃお腹いっぱい。めちゃくちゃ量多いですね。 We'll take it. Alright. Thank you so much. Thank you. Thank you. マジでめちゃくちゃお腹いっぱいだわ。この後まだ食べるのに大丈夫かな。ちなみにこれがマナサンドイッチですね。めちゃくちゃお店可愛いんですよ。今日はここ食べる予定ないけど、サンドイッチもねめちゃくちゃ美味しそうなんだよな。断面がとにかく可愛いんだよな。プリンとかもあるんだ。うわ食べたいな。やばくない？めっちゃ美味しそうなんだけど。まあでもねちょっと次食べる場所があるんで今日だけはお休みして、いやお土産買ってくか。手土産で買ってこう。めっちゃ美味しいからね。Hello. Can I get one mixed fruit? Thank you. ゲット。ミックスフルーツです。美味しそう。ちょっと車に置いてきます。マカイのフードコートは結構ガッツリ食べる系が多かったりするんですけど、ラナイのフードコートの方はこういうね持ち帰り系とか結構多いんですよ。このサンドイッチだけじゃなくておむすびとかもあるしね。あとブルグも隣にあったりするんで、結構こういうねポータブルっていうんですか、スモールフード系が欲しかったらね、ここ来ればね割と選択肢あったりするんですよ。はい、というわけで次の目的地行きたいと思います。さあさあさあ、ラストはあちらですよ。見えるか、こちら85°。パン屋さんですね。僕はねもうこれ来てくれるのずっと待ってたんですよ。オレンジカウンティのアーバインに1号店がもともとあって、南カリフォルニアっていうんですか、ソーカルエリア、ロサンゼルスとかサンディエゴでめちゃくちゃ人気爆発してですね、あっち住んでる時もうしょっ中行ってたんですよ、ここ。そんな85がですねついにやっとハワイに来てくれたっていうことで、ね、めちゃくちゃ嬉しいです。もう何でも美味しいんですよ。普通のパンも美味しい、コーヒーとかボバティーも美味しいし、ケーキとかもあるんですよ。でケーキもねアメリカ特有の甘ったるいやつじゃなくてね、結構繊細な味してるんで日本人の口にも全然合うんですよ。だから日本人の人たちと会う時とか遊びに行く時とかはお土産にここのパンとかサンドイッチとかケーキとかサンドイッチとかケーキとか
買って持ってくことめちゃくちゃ多かったですね。でここの85も結構お店広いみたいなんで、ちょっとそれをね調査してみたいと思います。行ってみましょう。分類としては韓国系のパン屋さんになるのかな。日系では少なくともないんですよね。あ、今まだソフトオープンの段階なんですね。ソフトオープンなのにもうめちゃくちゃ並んでるけどな。おー、こんな感じですよ。結構並んでますね。お店の中もこんな感じで席は結構ありますね。めちゃくちゃ広いっていうわけではないけど、パンの種類もね、しょっぱ系から甘系までいろんな種類あります。うわ、何食べようかな。でケーキもね、マジでめちゃくちゃいっぱい種類ありますよ。ストロベリーチョコムースとかめちゃくちゃ美味しそうじゃない。これすごいですね。これも美味しそう。ブラックフォレスト、ババいいですね。うわ、めっちゃケーキ食べて、ケーキいったろかな。だってこれ1個4ドルですよ。そんなに高くない。これはブルーベリークリーム。よし、決めた。ケーキ食べよう。食後のデザートいただきます。ちなみにこのソフトオープンの期間はあそこに書いてあるんですけど、10時から5時までみたいですね。今は閉まるの結構早いんですね。持って帰って家で食べようかな。持ち帰りできるかちょっと試してみたいですね。あら、キネギジュースをブラックフォレスト。ブラックフォレスト、トップ13、18、Thank you。こんな感じでパッケージに入れてくれました。なんか席空いてたからゆっくりしたかったんですけど、結構ね音楽が大きかったので、ちょっと家帰って家でデザート食べたいと思います。一回帰ろう。あ、そういえばですね、一個だけ懸念なのが、ここの85ね、若干ねアクセスしづらいんですよ。これターゲットの3階のところなんですけど、ここに車止めればまあそれで OK。 ただアラモアナセンターからここにアクセスしようと思ったら、このね2階のところからこの階段を使うしかないんですよね。それか一回この4階のところまで登って、そっから降りてここに来るか、そのどっちかしかないんですよね。それだけがちょっと懸念ですね。なので僕はさっきまでそこのラナイフードコートでカムクラ食ってたんで、ラナイフードコート出たすぐそこに階段があるんで、そこの階段使って3階まで登ってきて、そこの階段から歩いてここまで来たっていう感じです。これラナイフードコートですね。そこにシェアティがあるんですけど、あ、ちょっとあっちまで行こうか。この階段ですね、これがラナイフードコートで、出たとこにシェアティがあるんですけど、そこの階段を使って上に登ってきて、こっから歩いてシェアティーまで行くっていう感じでした。はい、というわけで帰ってきたので早速開けていきたいと思います。85 degree。 パンじゃなくてケーキ買ったんだって自分でも思ってたんですけど、でもねよくよく考えたらね、85ってケーキが有名なお店なんですよね。おー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 、すごい。オープン。おお、すごい。美味しそう。うわ、なんかもう結構かなり日本のケーキに近いですね。うわー、久しぶりだわ。美味しそう。あそこで買ってからなんだかんだ20分ぐらいは経ってると思うんですけど、全然溶ける気配もなく美味しく食べれそうですね。うまそう、マジで。まずはこのフィルターを剥がしていただきます。さあさあさあ、でも4ドルって結構お値打ちですよね。だってあのマナサンドイッチ5ドル以上しましたよ。確か税込みで6ドルだったかな。それより安いですからね、このケーキ。うわー、うわー、いただきます。うまい。チェリーかな、チェリーが入ってますねこれ。うわー、美味しい。やっぱね、おお、はあ、ちょっと皿に入れようか。でもやっぱ全然甘ったるくはないですね。これ皿あげるときに事故りそうだな。いや本当にね、全然甘ったるくなくて、アメリカのケーキとかね、もう本当に1個食べるのでマジで限界っていう感じなんですけど、これだったらね多分ね3つはいけると思う。マジで美味しい。いつも写真撮るの忘れるよ。インスタあげたいんだけどな、いつも写真撮るの忘れちゃうんですよね。いやマジで美味しい。一瞬で食べちゃう。席いっぱいあるって思ってたんですけど、思ってたよりはそんなに多くはなかったって感じですね。まあケーキ食べてパン食べてちょっとお友達とおしゃべりするとか、それぐらいだったらいけるんですけど、中で作業しながらとかはそれはちょっと難しそうですね。あそこはあんまりそういう場所ではなさそう。でも立地が立地だからなのか、値段安いですよねこれ。どう考えても4ドルですよ。だって安いでしょ。うん、他のも食べたいな。他のも買えばよかったから、次はあのストロベリー系のやつトライしたいですね。てか僕ほんとストロベリー好きだよ。上でっかいの。うん、カムクラ食べてマジでお腹いっぱいって言ってましたけど、全然食べれますよこれだったら。別腹とかじゃなくてそんなに重くないから普通に食べれる。すごい絶妙、すごい絶妙なバランスで直立してる。最高です。はい、
完食しました。めちゃくちゃうめえ。コーヒー飲みて。この繊細で甘ったるくないスイーツがね、どんどんアメリカに広まってほしいですね。チーズケーキファクトリーのケーキも食べたことあると思うんですけど、大昔に本当に甘ったるくってマジで食べきれなくって、それ以降食べてないんですよね。もう何年食べてないだろう。少なくともハワイで僕チーズケーキファクトリー行ったことないし、多分もう 7,8 年ぐらい食べてないんじゃないかなと思うんですけど、もうこれはサンディエゴいた時から本当によく通ってたんで、ようこそっていう気持ちとお帰りっていう気持ち2つありますね。はい、そんな感じでございます。はい、ちょっとですね、今別の動画撮ってたところなんですけど、今12月の5日でですね、虹屋が開いたんですよ、ついに。ずっとカミングスーンで看板立ちっぱなしだったんですけど、思ったより早くね、これ完成したみたいなんで、せっかくなんでこの動画にくっつけて虹屋も紹介しちゃいたいと思います。で、僕まだ1回も入ったことないので、一緒に見ていけたらと思います。行きましょう。内装の新築の匂いがとてつもなく心地がいいですね。休憩コーナーみたいなのができてるんですよ、こっちに。結構広いですよ。家族みんながこっちで買い物して、ちょっと休みたい人はこっちで休んでみたいなのが全然できるって感じですね。またあそこで寿司とか弁当とか買えるみたいなんで、あそこで買ってここで食べるみたいなのもできるのかな。これはしかも電子レンジもあるじゃん。ポットもある。ここでそのまま買い食いできるじゃん。いいっすね。品揃えは昔あった虹屋とまあまあまあ同じかな。でもとにかく広くなったよな。あっちの虹屋狭かったからな。これ入り口でこっちからこう通路に続いていくんですけど、オープンしたてだからなのか、もう本当にどんどん人が入ってきますね。値段感は割と他のお店と一緒なのかな。ごぼう1ポンド 3.99 とか、長芋1ポンド 6.99 とか、広告の品って書いてある。じゃあこれはある程度安いのかな。虹屋あるあるなんですけど、まあ、僕が気づいてないだけなのかもしれないですけど、あんまり他の日系スーパーでは見かけないようなものが売ってたりするんですよ。里芋とかあんまりないんですよね、他の日系スーパー。でさっき隣の日本人の方がこのごぼうを見て安って言ってたんで、多分これ安いんだと思います。これ広告の品って出てますね。これ山芋かな。あ、エリンギ4ドル安いじゃん。あ、これは安いですね。結構がっつり入って、これめっちゃいいな。この辺は日本の商品ばっかりありますね。めっちゃいいな。アタックとかあるじゃんこれ。洗剤。この辺はドンキにもあるんですけど、ドンキ行ってもいいんですけど、アラモアナセンターにあるってなるとね、またいいんですよね。それがちょっとドンキよりか割高だったりするんですけどね。クレラップ 5.99 とか、これ確かドンキでもうちょっと安かったはずなんで、最安ではないんですけど、でもやっぱ品揃えはちゃんとしてるって感じですね。米の種類とかすごいですよ。だってこのコーナー全部お米じゃん。あとこのシーズンだから鏡餅置いてますね。次はうさぎ年なんですね。普通のお餅も置いてます。切り餅。あ、意外に安いぞ、7ドルって。生鮮食品のコーナーは、これはもう売れていったのかまだ入荷してないのか、ちょっとこの辺が空いてますね。でも広告の品って書いてあるから入荷してないことはないと思うんですよ。だから多分これ安くて売れちゃったんだとは思いますね。この辺刺身のコーナー、ネギトロこんだけ入って 3.87 ドルとか、マグロかな、めちゃくちゃいっぱい入って12ドルですね。あとこの辺刺身がいっぱいありますね。あ、イクラもあるじゃん。あ、タコもあるじゃん。タコパできるよ。え、すごいな。明太子あるじゃん。しかも金服って、食べた。すごいなマジで。人がいるんで映さないですけど、奥にお手洗いもありますね。ちょっと今チラッと聞こえてきましたけど、おせちになってるみたいで、レジでオーダーできるみたいですね。結構いろいろあるんですね。これがアラモアナセンターで完結するってめちゃくちゃいいですね。ここが寿司弁当コーナーなんですけど、ランチ時だからってのもあるんですけど、めっちゃ人ごった返してますね。冷やし中華っぽいやつが 8.49、 ラーメン 8.99、 こっちの弁当だいたい 8.99 とかって、ほとんど 8.99 なのかな。あ、鮭弁当が 10.99 とかでありますね。まあ、そう考えると結構お値打ちだな。アラモアナセンターで8ドル台10ドル台でこんだけのボリュームのやつなかなかないんで、結構いいですね。これとかすごいじゃん。赤いチラシ 11.99、 広告の品、普通に美味しそうですね。え、めっちゃ安いじゃんこれ。大福とかも売ってますよ、 5.99。 しかもこれ小豆味、グリーンティー味、なんかいろいろありますね。どら焼きも売ってんじゃん。実際安いんですね、ここにあるやつは。なのでここでみんな買って、まあ、持って帰るなりここで食べるなりしていくって感じですね。はい、というわけでね、2日間にわたってアラモアナセンターに新しくオープンしたフード店4つ紹介させていただきました。シックフィレ行って、タイガーシュガー行って、で今日カムクラと85行ったっていう感じで、この4つね、直近2ヶ月10月11月で新しくオープンした本当につい最近のニューオープンのお店なんですけど、外れなかったんじゃないかなと思いますね。4つとも本当に美味しかったし、2つともねしっかりお腹いっぱいになったんで、僕自身大満足ですね。強いて言うならコスパで言うと85のあのケーキが一番美味しかったんじゃないかなと思いますね。あれ4ドル台ですからね。もう一回確認しますけど、うん、そうですね、あのケーキ税込みで 4.18
18ドルなので、これが一番コスパいいんじゃないかなって思いますね。あのケーキだけじゃなくて他にもいろんな種類あったし、パンコーナーもね、ちょっと映像を見せるだけになっちゃったんですけど、種類いっぱいあって、ケーキもあって、ボバティ、タピオカも種類いっぱいあるんで、あそこが一番コスパで言うと最強なんじゃないかなって思います。難点1個だけ言うなら、ちょっとアクセスはしづらいんですけど、1回駐車場さえ行ってしまえば結構わかると思うので、ぜひ皆さんも試してみてはいかがでしょうか。はい、こんな感じでね、自分の住んでるところの周りを紹介しながら、海外って面白いんだよ、アメリカ、ハワイって面白いんだよっていうのを発信していっております。この動画が少しでも面白いと思ってくれたら、高評価とコメント、チャンネル登録で次の動画の投稿もお待ちください。ありがとうございます。バイバイ。皆さん、高評価とチャンネル登録よろしくね。